初めての絵の納品、まあ初めてのっていうかね、なんかこのでっかいやつを売るのが初めてだから、なんかまさかそんなことになろうとはね、まさか2019年にこれを書いた時はこれが売れて、しかも広島の美術館まで納品しに来るって思ってなかったから、なんかおバイク屋さんなのかな、なんかすごく1km、不思議っていうかよくわからない感覚が。でもなんか寂しいですね、結構寂しいかも、なんか泣きそうこのやっぱでっかいからね、これあ、これなんか嬉しいんだけど、嬉し泣きとともになんかあーと思う、すごくあーと思う、うん、なんかね、なんかなんて言ったらいいかわかんないな先にいろんなものが置いてある、やってるのかわからないぐらい物で溢れてるんだけどいやーなんかなんていうかな、なんて言ったらいいんだろうね、すごい、まあ、不思議っていうか今まで感じたことのないよ、始まるんだろうっていう風に思いますけどね、うん、泣いてきちゃったなんかまあいろいろあったから、およそ 200m 先下更地を右方向です、まあ良かったなと思いますね、本当に。
ればいいなというか、まあそれを見てこうなんかいろいろとね、少しでもこうなんだろうね、まあ辛いのが取れたりとか、なんか楽しくなったりとか、まあしてもらえたらね、いいですよね。思いながらやってることに変わりはないので、最近ねすごい分かったっていうか、最近なんかね気がついたんだけど、その私の中で人を楽しませるっていうのと、人にこう気を使って人の機嫌を取るっていうことってすごく似て近かったんですよ。同じだったの。ほぼでもなんか最近それって違う、似てるけどやってることは全然違うんじゃないかと思って、やっぱさ、楽しませてる時って自分が楽しいんですよ。で機嫌取ってる時は自分は楽しくないんだよね。その後疲れるんだよ。まあ別に楽しませててもさ、大変なことやったらそれは疲れるけど、すごい広大な墓地だな、疲れるけど、でも別にまあそういうさ、ちょっと違うわけですよね、その疲れ方っていうかね。だからなんかこうその違いにまあ気がついたけど、まだそんなにはっきりとはしてないっていう、具体的にどう違うのかっていうのはなかなか表すの難しいんですけど、でもまあすごく、なんだろうね、そこを一緒にしちゃいけないんだなっていう、一緒にしちゃいけないんだなっていうか、もう私の中で機嫌を取ってるっていう風な時の感覚と似てきちゃうんだよね、どうしても、でもそこがこう切り離せてくると、もっとこうなんか世界が広がるんじゃないかっていうか、自分のやりたいこととかやってることとかの見せ方が変わってくるんじゃないかっていう風に思うので、なんか気がつけてよかったなと思いますね。もっと早く気がつきたかったけどね。17km 道なりです。これに今気がつくっていうのもまあそういう運命なんだ。すげえ喜んだりするんだよ。